で、AI サイエンティストはすごいというわけで、で、AI サイエンティストは科学者のやってることをまあ自動化して、ね、研究テーマ、種だけは人間が与えるんだけど、あとは一切合切ペーパーを書くと。で、まあ、アイデアはね、一つのテーマに関して50ほど出してきてですね、もうその中でうまいこといくのが20とか30とか、で、いうペーパーを書くっちゅうわけですよ。で、その AI サイエンティストの論文には、イグザンプルの論文がね、出てたんで、で、こういうものをいっぺん読んでみたんですよ。で、一番最初に出てたのが、デュアルスケールディフュージョン、アダプティブフィーチャーズ、バランシングフォーローディメンショナルジェネラティブモデルと。んで、デュアルスケール、二重のスケールのディフュージョンモデル。ディフュージョンモデルっていうのはね、まあ、すごい絵を描くようなアルゴリズムですよね。ローディメンショナルに特化した拡散モデルの改善。で、ここのね、ローディメンショナルってところがわからなかったって話は、まあ、したいんだけど、で、まずね、一般論として拡散モデルっていうのは、まあ、さっき言うように、高次元のデータ、例えば画像ですね、を生成する強力なモデルだと。で、しかし低次元、例えば二次元データセットへの適用は、基本的なモデルの挙動を理解し、実世界のアプリケーションに対応するために重要だって、まあ、そう書いてあるのよ。で、ここではね、勉強会ではね、一番問題になったのは、低次元データって何やねん。ね。で、例えば二次元のデータセットと書いてあるね。これは一体何やねんってことで、が論争になったんですよ。ね。で、ある人はね、画像っていうのは二次元のデータじゃないですかって言うわけよ。で、僕はそれはそうだけど、そういう意味じゃないだろうって。な、画像は二次元だって言ったら三次元って何やねんって言ったら彫刻ですよねって。ね、四次元ってもうないですよね、そんなもん。だから低次元も高次元も減ったくれもないじゃないですか、と。だから、ね、絵が二次元だから低次元だという、そういう解釈は違うんじゃないかと。と僕は言ったわけ。で、僕はね、こう述べたんや。これ勉強会実は明日あるんでね、まだね、勉強会では言うてないんだけど、僕は今日、図書館でね、ひらめいたことを申し上げますが、僕は前に勉強会で言ったのね、この荒っぽい絵のことだと。例えばね、画像、絵ってピクセルで表されますよね。で、100×100 のピクセルだと、まあこれ1万ですね。で、これモノクロだとすると、まあそれぞれ数値が1つずつあるから、1万次元のベクトルでこの絵が表されるわけや。ね。ところが 1000×1000 だとね、これ100万次元になりますよね、と。だから、低次元というのは、ね、例えば 100×100 みたいな荒っぽい絵ではないかと僕は勉強会で申し上げたわけよ。ところがね、その解釈だとね、このペーパーに書いてあるね、例えば二次元のデータセットと。で、そんなものね、ありえないじゃないですか。だからね、今日僕は思ったのはね、いや、僕はね、このペーパーが間違いじゃないかと思ったわけ。その 2D データセットな、二次元のデータセットなんて書いてあるね。で、実際式もそう書いてあるんだけど、それは間違いじゃないかと。ここは1万次元のデータセットとでもせんといかんじゃないかと思ったんだけどね。でね、どう解決したかって、どう僕はね、答えが分かったかっていうことをこれから言いますがね。で、僕は悩んどったわけ、今日ね。で、そこではね、ジェミニにね、聞いてみたいな。ジェミニに、このペーパーを読ませてみたいな。でね、要約しろって言ったら、まあ、要するにね、まさに要約してきよったわけや。ね。で、要約してきたんだけど、二次元のデータセットって書いてあるけど、これは何やねんって聞いてみたわけや。ほんならね、向こうね、ふにゃふにゃと言うけどやね、どうも分かっとらへんわけや。だからね、もっともらしいことは言うんだけど、どうも分かっとらんなと。で、そこではね、僕はパッとひらめいたわけや。例えば二次元と言うけどね、で、本当はね、今みたいに、
100×100 だと1万次元空間の中に、1枚の絵というのはね、ね、1枚の絵というのは、100×100 の、あの、画素のモノクロの絵って1万次元空間の中の1点で表されるわけや。で、ね、そのようなね、絵がたくさんある点、それが、あの、密度分布、確率密度分布になっとるわけや。うん、例えば、まあ、猫の絵みたいなものがあったとしたらね、猫の絵っていろいろありますから、それがやな、その1万次元空間の中に点点点点とこうあるわけや。で、それがやね、雲のような格好になっとるわけや。で、これは膨らんどるんですがね、膨らんどるんですがね、これがやね、二次元の長平面の上にその絵のデータが集中してるとすればどうかと。お？また違う話ですか、それは。いや、これが僕のアイデアね。新しい解釈ということですか？そう。つまりね、だからね、一万次元ということとやね、二次元ということをどう調和させれるかと考えたわけや。と、二次元、一万次元空間の中の二次元平面というものを考えたら、で、その上に点がばらまかれておったらですね、この点はそれぞれはね、ね、一万次元の絵なんだけど、ね、その特徴がやな、二次元で表現されてしまうわけ。長平面って何でしたっけ？長平面って平面ですか？だから一万次元空間の中で二次元の面でバッと切ったら長平面じゃないですか。あ、それのこと長平面って言うんですか？うん。ほんでね、ええ、そうじゃないかってジェミニに言うたら、それだって言ってきたわけや。そうですって。なんかちょっとどうかな、それ。ほんでね、で分かった。でね、適切なあの用語を出してきたわけ。そういうのを多様体というと。ね、ああ、うんうん。で、絵ってものはね、ね、多様体仮説ってものがあるんだと。どういうことかっていうとですね、非常に高次元空間、今はまあ1万次元と言ったけど、本当はね、1000×1000 だったら100万次元、それで3色だったら300万次元ですよね。で、300万次元空間の中だけど、そこがね、そこに、まあ、確率密度分布の雲みたいなもんがあるけど、この雲がね、ぺったんこだというのよ。で、そういうのをね、あの、多様体仮説、マニフォールドハイポセシスというんですよ。で、これはもうちょっと数学的に言うならですね、こういうものを固有値分解するとですね、固有値がずらっと並ぶんだけど、固有値が、値がね、どれも同じようだったら、この分布はね、まん丸い格好しとる。ところがね、あの、第一固有値、第二、第三と、こう、行くに従って固有値がずがーっと小さくなるというような場合はね、ぺったんこなんですよ。こういうふうに世の中の画像はなっておるというのを多様体仮説というんですよ。でね、で、極端なケースを考えるとね、第一固有値と第二固有値だけがあって、残りは全部ゼロだと考えましょう。それが低次元ということです。二次元ってこと。うん、で、分かったってことや。うーん、つまり、この謎が解けたと。あ、そうか、そうなのかな。うん、絶対そうですね。で、僕はね、それでね、今まあジェミンと相談したんやけど、同じようなことをね、クロードに聞いてみたわけやん。なら、まあ、クロードも最初のうちはふにゃふにゃと言うてくるわけよ。で、つまり、要約しろって言ったら、もっともらしく要約してくんだけどね。で、今の点をついたらね、おかしいですねって言うてくるけどね。で、こうじゃないかと言ったら、向こうもね、それだって言ってくるわけよ。それね、チャット GPT でもそうだったんですよ。というわけでね、で、僕はここでね、得られた教訓っていうのはね、ね、まあ今のペーパーの中身の理解もさることながらやね、要するに AI の使い方ね、で、うん、あの、ジェミンとかチャット GPT の使い方ね、本を要約、論文要約しろってやってくれるんだけどね、実はね、本当に理解してるかっていうと必ずしも理解しとらんわけや。理解せずともね、形式的なことは言えるんですよね。これがいわゆる僕の言うガリベンチやつや。分かってなくても答えられるってことね。で、本当には必ずしも分かっとらんかったっていうことだけど、でもね、そういうね、
AI と僕がね、対話することによって、こっちもね、得るところが多いわけや。うん、という使い方、うん。だからね、僕ね、今やね、こういう AI、チャット GPT とか、こういうね、対話型の AI なしでは、もはや研究はできないね。それはね、例えば論文書くときにさ、昔はね、僕はね、大学に入って、ね、ドクター出た頃はさ、論文書くって手で書いとったんですよね。で、今、そんなこと、で、手で書いた原稿やな、あの、タイピストのお嬢さんに渡してね、清書してもらったわけや。だけどさ、その後タイプライターっていうのが出てきて、いや、まあその時はタイプライターあったんだけどね、誰でも自由に使えるっていうふうになっとらんかったけど、まあパソコンが出てね、自分でタイプ打てるようになったら、もはやね、手で書くみたいなことなくなったわけね。だから、今やね、そういうワードプロセッサーなしにね、ペーパーなんか書けないじゃないですか。というふうにはな、この AI っていうものもやね、こういうものを使ったらね、アホになるという意見もあるがやね、うん、それはやで、ね、タイプライターを使ったら字が下手になるという話でしょ。うんうん、で、書道家やな、それを非常に批判するわけやけど、うん、それは書道はね、手で書かんといかんけどさ、ね、うん、あの論文とか小説は今やね、タイプライターというか、ワープロとか書くことに誰もね、文句言わないでしょ。むしろ手で書いたらね、出版社困るんじゃないか。うん、昔は手で書いたの持っていったらさ、それは向こうの食事口が拾ってくれたんやけどね。今、そんなことないよな。というわけで、まあ、つまり、まあ、ここで言いたいのは、このペーパー読んだ、で得たあの結論、教訓っていうのがな、今や AI なしでは生きていけないという、そういう話ですが。うん、で、次にペーパーの中身をちょっと言わんといかんねんけど、これはね、どういうことをするかというとですね、低次元の絵、二次元の、ね、絵というんで、非常に簡単な絵。例えば、丸とかね、うん、恐竜とかね、直線とかね、うん、三日月とかね、ものすごい極めて簡単な絵は、そういうものをたくさん集めた場合はね、それは二次元で表現できる、低次元で表現できるってことよ。で、そのようなケースについて考えましょう。で、その時にディフュージョンモデルはね、うまく働かせるためにね、絵のね、グローバルな特徴とローカルな特徴を分けて、やりましょうというのが、この論文の提案なんですよ。デュアルスケールっていうのがそれなんだ。で、具体的にどうするかっていうのが、グローバルな特徴はもともとの二次元でやると。で、ローカルな特徴をですね、やるためにね、これを2次元をね、4次元に掘り上げるっていう。僕は最初ね、だから勉強会でね、2次元っていうのも分かんなかったし、4次元に掘り上げるっていうのもわけ分かんなかったわけだけど、まあそうするとね、そういうことは、サポートベクターマシンでやりますよねって、2次元の絵をね、分類するときに3次元目を入れたらさ、簡単に分類できますよねって。だからそれは、低次元の絵をね、高次元にするっていう手法ありますよねっていうことを言われたから、ああ、なるほどなと思ったわけで。で、まあそういうことはだから普段、ね、普通行われることですよ。で、そうしてやね、結局ね、何やってるかって言ったら、もともとの、あの簡単な絵、まあ、例えば円みたいな絵がね、その、例えばね、さっき言った1万次元空間の中の2次元面にあって、で、この二次元面だけで考えたら、例えば、その確率分布が楕円みたいな格好してるわけ。ね、うん。で、ディフュージョンモデルはね、結局ね、そっから出発してやね。で、いや、非常にランダムなところから出発して、元の、その楕円なら楕円の分布を実、再現できるかっていう問題なわけですよ。で、どんだけうまく再現できるかっていうことを比較するにはですね、この二つの分布関数のね、差ってものを計算せんといかん。で、それをカルバックライブラダイバージェンスって言うんだけど、まあ、それを計算したらですね、実際、10何%アップしたよとかいうのが、このペーパーの結論ですわ。で、そういうわけでね、なかなか面白いアイデアで、まあ、結果はね、いいんだけど、ところがね、レビューはあの AI にかけたらね、判定がね、リジェクトやって。まあまあ、そういうことですわ。なんかだけどオーバーオールで5ついてたりしますよね。5が満点なんじゃなかったでしたっけ、う
だからそれ以外のところ、うん、点数がなんかちょっとそんなに高くなかった。読んでみた結果、ちゃんと整合的に解釈できたっていうことなんですね。いや、できた、できた、できた。うん。最初なんか2点ってとこ、まあ、もう結局全然分かってないんじゃないかなっていう気がした、うん。そうじゃなくて、ちゃんと、ちゃんと正しかった解釈する可能性があるということですね。いや、だから向こう分かっとったんですよ。分かってた。で、分かってないのに、僕らだけが。でもなんでリジェクトだったんですか、じゃあ。それはね、うん、それはまたレビューアーの AI の性能にもよるから。レビューアー厳しすぎたのか。いやいや、レビューアーの AI は、その、採択率ありますよね、うん。採択率に合うように調整してて、もともとの、この人間のレビューアーのばらつきっていうのがかなりあるんですね。うん、だから、うんうん、レビューアー AI の、この結果っていうのもばらついていいんだと。いうふうな論法でそこそこ信頼性を置けるけども人間がやったと同じくらいばらつくような結果だと、うん、ただ採択率に関しては調整してそれくらいになるようなレビューをしてくれるというので基本あんまり専用できないんですね、うん、で人間っていうのは、うん、人間っていうのはかなりだからちゃんと分かってちゃんと評価しててこっちの点になったりこっちの点になるわけですけども多分一貫性がそれがねそうでないね、はいあのね、こういう図があってね、レビューは人間ね、人間のレビューは A とレビューは B のね、相関係数を取る、極めて低いのよ。あ、そうそう、いや、だから、うん、その話で、うん、やっぱりレビューはによって考え方っていうのの違いっていうのはあるんだけども、だから分散とか見ると、その AI レビューはも同じくらいだと思うんですよ。AI レビューはの方がまだね、その辺まだマシなんよ。いや、私が言いたかったのは、レビューアーの、あの人間のレビューアーっていうのはかなりいろんな信念があって、うんうんうん、こうやっぱ分散、A の人と B の人が違うって言ったって、それはちょっと深い議論であって、うん、AI レビューアーはそこまでちょっと分かった上での分散じゃないと。いや、そうです、そうです、うん。そこはやっぱ一番、あれですね、多分難しいはずのところで、いや、その話ね、今回の国際会議でも他の人と飲みながら喋ってたんですけどね。うん。で、なんかレビューのところに関しては、ちょっとだいぶ反発されてる方もいましたね。もうそれこそが、うん、それぞれの国際会議のアイデンティティだと。レビューの質みたいなのがね、うん。いや、国際会議のね、レビューアーの中で一致してりゃそれはいいですよ。でその中のレビューは同士が一致しないんでしょ、はい、一致しないんです。一致しないけども、その時にこのかなり議論して、こうどっちにするかっていうのを判断したりするんですね、プログラミング委員会がね。その時にやっぱり分かるんですけども、この人が高い点つけたのはこういう意味だと。で、低い点つけたのはこういう意味だというところが、やっぱりこの AI サイエンティストみたいなやつがつけた場合は、そういうなんか信念と理解に基づくのとはやっぱり一線を画してるんじゃないかと。だから形式でやってるんですよ。で、うん、前も言うね、AI はね、必ずしもね、理解してなくたってね、形式はビチッとするんですよ。いや、まあだからそこまだまだ議論の余地があるところだし、あの論文もね、まあ今の論文は整合的に解釈できたというお話ですけども、ちょっとちゃんと解釈できないやつとかもかなりあるんじゃないかなと。いや、かなりじゃないけどね、いや、間違いもあるんですよ。ええ、そう書いてましたよね、中にね。うん。いや、で、一番大きなのがね、前に言った 9.11 と 9.90、9.9 がどっちが大きいかって言ったら、9.11 大きいみたいな間違いするからね、こういうところでね、あの数値のね、代償関係でね、間違いをとかね、うん、だから今でまだ完璧じゃないんですよ。ですから、ね、ハルシネーションも起こすし、だからこれでできたペーパーがね、完璧だっていうことは必ずしもないけど、でもそれ言うなら人間だってそうじゃないですか。うん、人間のペーパーね、みんなね、AI よりもいいかって、そんなこと全くないと思うよ。うん、で、ハルシネーション起こしたペーパーっていくらでもあるわけじゃないですか。でもその論文に出てるということは、いろんな人がその論文を評価してますね、今社会、世の中で。なんかその辺知りたいですね。人間が見てどれぐらい正しいのかっていう、と思うのか。そう、それはついてなかったですよね。人間の。ね、YouTuber はこんなこと言って、私はこの専門家じゃないから、
それについてはコメントできないわけですよ、ね。いや、普通の YouTuber っていうのはそうでしょ。うん、だ研究者が YouTube やってんならいいけど、うんうん、でもうね、今や分業がね、盛んだから、YouTuber は YouTuber でいっぱいニュース集めるけどさ、うん、その中のね、ペーパーまではなかなか読めないじゃないですか。うん、いわゆるね、ちょっと勇気がいりますよね、AI のやつをに査定するっていうのは。うんうんうん、もし間違ってたら。ねえ、ただレビューアーの方が間違ってたら、ね、だから、いや、むしろ正直でいいなと思うね。私はディフュージョンモデルは分かりませんのでって。うん、で僕らはまあたまたまね、勉強して、うん、でも 100% 分かってるわけじゃないんだけど、でもまあ、今ちょっと分かるというわけで。うん、いや、ほんでね、印象ですけどね、この AI にね、かなう研究者がどんだけおるんだって、うん、ね僕ね、まあね、我々の勉強会で、まあ、10人ほどおるけどさ、誰もこんなペーパー書けないと思うわけよ。うんうん、まずね、アイデア出しからこんなアイデア出てきへんなっていうのと、うん、か出てきたとしてさ、プログラムさささっとね、ね、まあそれはどっかから GitHub から取ってきたペーパー、パッ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 と書き直してね、パッパッと走らせてね、パッパッと結果出してね、うん、で、グラフを書いてね、で、テクでペーパー書くっていうの、そんなもんね、例えばさ、何時間かでやるわけでしょ、うん、な我々どう見たってさ、半年かかるわなって、まあ、できるっても、単調ならね。うん、AI は単調でしょ、うん、あの、まあ、研究のね、アイデアの出し方も、まあまあ、巧みな感じしますよね。そう。こんな感じで考えますよね。新しいテーマ考えるとき、うん。で、そういうので50枚アイデア、51枚アイデア出してくんやで。うん、なん人間考えません、ね、多いですね。そうですね。いやもうシンギュラリティですよ、これは。うん、もうね、人間本当にかない。いや、その時にね、年生やね、ね、あれこれあれこれ、ケチはつけるがね、じゃあお前やってみろっていうわけや。うん、絶対で、うん、いや、このスペシフィックなテーマでよ、ね、うん、ディフュージョンモデルの専門家ならともかくね、例えばヤンルカンにはね、じゃああんたね、ディフュージョンモデルのペーパーね、1日で書いてみようって、できるわけないですよ。うん。物理的にね。さあ、この話はまた第5弾の2つ。また別のペーパー読んでる人があった。皆さん、コメントね、なんかいただければ、それに触発されて、第5弾の第6弾かもしれません。で、ね、世の中でなんか新しいニュース出てくるかもしれませんね、これに関して。うん、そうですね。まあ、ちょっとまだ続きを期待いただきたいと思います。はい。